はいどうも、カッパ園長です。この動画ではね、上海電力の話いきましょうか。つっても別にハーヒーヒーハーと書いて、橋本徹さんだけの話じゃないです。そうだな、じゃあまず上海電力さん、本当に上海電力の話からいきましょうか。なんか上海電力がね、なんかホームページ、ウェブサイト上である発表をしまして、大阪のね、この太陽光発電所のこの事業は、橋本さん、大阪市により招致いただいたって、発表されちゃうんですよね。上海電力さんがホームページでね、橋本さんの大阪市にね、招致されたんですよ。へへって。入札でも何でもなかったんだって。さあ、これどう説明してくれるのかな。ハーヒーさん的にはどう説明するのかしら。ちょっと内容を見ていきましょうかね。2014年3月16日午前、当社と新和工業株式会社共同投資プロジェクトである大阪南港南港太陽光発電所の建設用地について建設用地にて日本の伝統に習い地鎮祭を行いましたと。で、この事業は大阪市により招致いただいたもので、当社の日本における第1号太陽光発電所というだけでなく、大阪市にとっても最初の太陽光発電所建設となります。上海電力中国本社からも、総経理の劉何がし氏以下3名が地鎮祭に出席し、その後には、総経理、当社代表の何とかがそれぞれ日本新華経報網、朝日新聞、朝日放送といった日本中国両国メディアのインタビューに応じたと。でこの上海電力の代表の人、この漢字じゃないんだよな、これなんていうのか分かんないですけども、まあその人が大阪と上海が友好都市となってから友好都市なんだって、ちょうど40年が経ちますと。この重要な都市に、我々中国資本の、企業が、大阪南港第1号太陽光発電所の建設をすることには大変な意義があります。当社は大阪の企業と緊密に協力関係を築きながら日本社会と融合できるよう慎んで努力いたします。だってただただ不気味ですよね。なんていうのかな、結局あれじゃないの、大阪の人ほどこれ気にした方がいいと思うんですけども、大阪市はねこの事業に対して何社業者がいたのかね、入札ね、もうこれはもう入札じゃないと思いますけども、ね、日本国民にさ、ね、大阪市民にも、ね、大阪市民か、ね、説明する義務があると思いますけど、これ説明あったんですか？ないでしょう、ね、うん、いやこれはもう納得なんかできないですよね。だって入札と招致じゃ全然意味違うでしょう、ね、うん、あれかな、またあのね、維新とかからのこの圧力ね、だから大阪はって言われるんですよ。うん、いやこれはもう徹底的に洗いざらいね、綺麗すっぱりね、この調べ上げるべきですよね。うん、いや当たり前じゃないですか。でここで出てくるのがね、上海電力からのハーヒーヒーハーと書いて橋本徹さんが、まあなんか言い訳じみなこと言ってるんですよ。まあ、ハーシーさんがね、上海電力が大阪の一プロジェクトに関与していることが問題だと大騒ぎしている人たちには当時の入札手続きのどこが問題なのか具体的に指摘してほしいねって言ってるんですけど、いや入札じゃなくて招致って言ってますよね、上海電力さんがね。言ってましたよね。いやこれ興味ある人はサイト行って確認すればいいんですけども、ん？入札だったら入札ですよね。でも招致なんでしょ。うん、で特定企業を排除するなら法律が必要なこと知らんのやろうね。また大阪の入札案件の入札者を知事市長が全把握できるわけがない、なんかこうしらきってんですよね。え、招致って書いてあったじゃん。で入札じゃないんでしょそもそも。うん、え、上海電力さんが言ってましたよね、入札してないでしょ、ね、上海電力さんが大阪市に招致してもらったって言ってましたよね。何言ってんだこの人。なんかすっとぼけてるんですよやっぱりね。うん、上海電力が招致されたってホームページに載せてんですよ、ね、大阪市の誰が呼んだのか、ね、はっきりさせないとダメですよね。うん、
まあ、これを説明することを、ね、当時県、ね、この大阪市権力者であった、ね、うん、だって橋本さんに求められてくるのは当然じゃないですか、うん、これ国会招致だよね、うん、まあ、説明しないっていうスタンスなのはなんとなくわかりますけども、こんなんでよくテレビにね、この恥ずかしげもなくよく出れるよなってまともな神経の持ち主じゃできないですよね、そんなことね、うん、ね、だってだからって責任問題がなくなるわけじゃないですよね、うん、開き直ってどうすんだよと、ね、上海電力は入札に参加してないんでしょ、ね、落札した、ね、日本企業はいつの間にか上海電力という中国の、ね、純国営企業にすり替わってたんじゃないですか。だから橋本さんはね、いつ上海電力参入を知ったのか、で知った段階でね、市長としてどういうアクションをしたのかが、これは厳しく問われるべきですよね。これはもう洗いざらい、きれいさっぱり、全部ね、説明してもらわなきゃダメだよね。うん。いや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 、お得意の論点すり替えでスルーするつもりかもしれないですけども、これは絶対逃がすわけにはいかないですよ。当たり前じゃないですか。ね。うん。でまあ、この上海電力の問題ってね、もう結構前、ずいぶん前からずっとあり続けてますよね。例えばそうだな、太陽光パネルなんかはこの強制労働、ウイグルなんかに関わるね、強制労働によるものだと、だからこの東京都、ね、この小池百合子都知事とか、あと、まあ、あの小泉進次郎、ね、レジ袋元大臣とかがね、太陽光太陽光言った時から、何言ってんだこいつらっていう人もね、すげえ多かったと思うんですよ、日本国民の中でもね、うん、でも今回のこの上海電力炎上案件で問われているのはそういう類の話じゃないですよね。ハーヒーヒーハーさんがどう関与していたか、これですからね。だからそれをね、もうどうにかこうにかね、入札案件がどうだとかね、全て把握できるわけがねえだろうとか、なんだかんだ言ってこうなんかこうごまかそうとしてね、うん、逃げ切ろうとしているんですけども、とんでもない開き直りですよね、うん、こんなんがウクライナには口出しするくせにね、中国のことにはね、外野が口出しすべきじゃないとかね、お土産持ってね、頭下げて日本がお願いするべきみたいなこと平気で言うんだから、たまったもんじゃないですよね、うん、いやもうガチで日本の敵ですよ。もう改めてもう知ってたことだと思いますけどもね。もう一回言いますけど、上海電力はそもそも入札してないんですからね。で、後になって競り落とした日本企業からすり替わったことが問題視されてるわけでしょ。ね、何も問題がないのであれば、なんで最初から堂々と入札してなかったんですか。で、なんで大阪市はその件で異議申し立てもしないんですか。いや、騙し討ちでしょ、これは。てか、出来レースでしょ。うん。だからそこを、じゃあ橋本さんはどう関与してたんですかっていう、そこじゃないですか。うん。だからもう初めから僕は上海電力に受け渡すシナリオだったと思ってますよ。だから上海電力は、いや、大阪に招致されたんですよって言ってるわけじゃないですか。ねえ、重要なインフラを民間に委託、これも議論の余地があるんですけども、これをさらに外国資本に丸投げですからね。しかも覇権主義の中国に委ねるなど言語道断でしょ、普通に考えて、ね、全権把握せよとかそんな話じゃないんですよ、ね、市民、府民、国民、国家に関わる重要な案件について橋本さんがどう把握し何をどう対処したのか、これは説明してもらわなきゃダメですよね。うん、当然でしょ。で、当然その動きがね、高市さんの口から出てくるんですよ。いやもう国会で上海電力問題追及するっていう話が出てくるんですよね、高市早苗さんがね。うん、いや、これはハーシーさん国会招致あるな、てかしなきゃダメでしょ。これちょっと後半サロンで見ていきましょうかね、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた後ほど、ごきげんよう。